こちらは奥宮の、講堂跡ですね。大講堂跡漏れちゃってる。あらら、ちょっとこの辺が、まあ、上から来てるから分かんない室町時代の修験道の文化財なので、もう少し何とかしましょうと。なんか強者どもが夢の跡みたいな状態ですね。神仏混合が終わってしまった後はこのような、まあ、要は修験道とか、あと仏教の感覚のものを全て、神社から、まあ、ほとんど取り払われているので、新宮寺跡とかなんかいろいろあると思いますけども、そのような形の、その中ではもう完全にも建物がない